いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? 下北沢にあるスープカレー屋さんマジックスパイス。そこで行われた高橋名人との辛いもの食べ大会。前回も挑戦が繰り広げられていましたが、果たしてみんなは辛さに耐えられるのか。ヒー、出てきました。お待たせいたしました。いいですね。これがですね、ここの裏メニュー、はい、メニューにないメニュー、コク200と言います。僕はね、この店に来るとこれがデフォルトなんです。はい、ここはね、見てわからないかもしれないけど、チキンがレッグ1本入ってるんですけど、はい、これがね、足丸々トロトロなんですよね。ほら、いい具合に煮込まれてますね。これが本当もうトロトロで、すごい柔らかいんですよ。美味しそう。さっきよりちょっと赤いですかね。赤っかじゃないですか。ちょっとね、はい、はい、すいません。これは心配です。召し上がれ。いただきます。うん、美味しい。美味しい美味しい。笑顔が輝いてます。さすが高橋名人、すごいぞ。私いけるかな。じゃあ行ってみましょう。はい、辛い辛い出ました。辛い、あ、じんわりきますね。その後ピリピリピリっときてませんか。うん、でも美味しいです。美味しい。でも辛いです。辛くて美味しい。うん、ね、辛くて美味しい。辛くて美味しい。美味しい。あ、でも辛い僕はもう2人の日本人に囲まれて負けるにはいかないのですけれども、あ、今来た今来た今来てる、うん、今来てる、今辛い、やばい、はい、じゃあ行きます。もっとグーッと、あー、うん俺はさすがに辛い、いや、うん、痛いちょっと、あ、j'ai l'impression d'avoir mangé un tube de harissa。 あ、いや、もうマイク繋がってない。マイク繋がってない。アクエリアスが来ました。はい、これはですね、ちょっとあのスペシャルで今ちっちゃく作ってもらいましたけど、この店の最高の辛さっていうアクエリアスという名前なんですね。もう名前は綺麗だけど、ほんと辛いです。うん、で、これね、分かりづらいんだけど、色を見るとこうねっとりしてるでしょ。はい、そうですね。このスープがね、ちょっとドロドロとろっとろなんですよ。これ全部スパイスです。ほほー、これがね、基本的には僕のデザートですね。ね、じゃあちょっといきますね。私もこれ飲んじゃおう。うん、甘いわ。甘いですか。うん、いただきます。あー、デザートでしょ。いやメインディッシュぐらいですかね、私にとっては。辛さが違くて美味しいです。そう、辛さがね、唐辛子なので逆に甘く感じるかもしれない。それはない。あ、それはない。それはないです。じゃあフロランさんも一口、せっかくなんで。うん、そう、さっきの200でギブアップなんだからちょっと無理だと思うんですけど。こ、美味しいね。デザートじゃなくてあの罰ゲームです汗かいた。フロランさんが苦しがってる間にラジオの話を教えてください。どんなラジオ今、はい、ラジオというかね、はい、ネットテレビですね、はい、今で月曜日から金曜日までの8時から、はい、あの帯でやってるんですよ、はい、それは、うん、ネットっていうことはフランスでも見れるんじゃないかな。ネットテレビだから見れるんじゃない、ね、URL 分かれば、はい、あのニコニコ生放送っていうところですから、はい、分かりました。ニコニコ生放送で番組名を教えてください。高橋名人の16ショット TV と、それから金曜日はゲッチャ、はい、というゲームチャンネルですね、というのをやってます。はい、そ
それをね、みんなで楽しく高橋名人の番組を見て、なんと日本語も勉強できちゃいますよ。うわ、俺の日本語でいいのかな。でもそう、辛い辛い、うん、辛い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 。10秒経つと、また来るよ、また来るよ。もうこれから始まるから。はい、これがいいんだよ、うん、すごーい。ということで、みんなもマジックスパイスで辛いものを食べに来てください。おいしいよ。ブブネコンブブ